よ人よ、悩み明かさせたまいて、日差し上がるほどに生まれたまいぬ。男君と聞きたもうに、かく忍びたることのあやにくに著き顔をつきにて、差し入れたまえらんこそ苦しかるべけれ。女こそなんとなく紛れ、あまたの人の見るものならねば安けれ、とおぼすに、また、かく心苦しき疑い混じりたるにては、心安き方に物したもう、物したもんも意図よしかし、意図よしかし、さても怪しや、我が世とともに恐ろしと思いしことの報いなめり、この世にて各思いがけぬことに向かわりぬれば、後の世の罪も少し軽みなんや、とおぼす。人をはた知らぬことなれば、各心異なる恩腹にて、末にいでおわしたる恩覚え、いみじかりなんと思い営みつこうまつる。夜人よ、よっぴて苦しみ明かさせなさって、苦しみ明かしなさって、やっと日が昇ってくる頃合いにご出産なさった。生まれたのは男君だとお聞きになるにつけて、源氏の君は、かく忍びたることのあやにくに著き顔をつきにって差し入れたまえらんこそ苦しかるべけれ。はじめ、男気味だと聞いて、女だったらいいのにとこう思うわけですね。あいにく、こんなはっきりとその人の子だということが分かるような顔つきで生まれ出ていらっしゃったことこそ苦しいことであろうよ。まだね、その実際に見ているわけじゃないんです。見てその言ってるわけじゃないんですけども、男の子だということを聞いて、そしてすぐとっさに源氏がこう思うわけですね。こんな世間には出せないことがあるのに、あいにくにはっきりとその人の子だというふうな顔つきをして生まれていらっしゃるであろうこと、そのことが苦しいことだ。女こそなんとなく紛れ、あまたの人の見るものならねば安けれ。これは当時の習慣として当然そういう思いになるわけでしょうね。女の人ってのは、こういう高貴な女の人ってのは、もうそれは今まで見てきたように決して男に顔を見せないもの。自分の男兄弟に対してすらめったに顔を見せることはない、そういうものなんだから。だから女の子に生まれたら、顔が誰に似ていようと世間に知れることはないわけ。男だとそれはそうはいかない。だからあやにくに著き顔をつきに行って差し入れたまえらんこそ苦しかるべけれと言ってるわけね。女こそなんとなく紛れなんとなく女の方は物に紛れて、多くの人の目に触れるということのないものだからして、そちらの方が安心だとお思いになるにつけて、また別の考えが浮かんでくるわけ。いや待てよ、かく心苦しき疑い混じりたるにては、心安き方に物したもうも意図よしかし、こんな心苦しい疑いが混じった実の親
は誰だいうふうな問題が絡んでくる、そういう場合においては、心安き方に物したもん、女性であるとこういう高貴な女性の場合は女三宮なんかがもうまさしくその典型であるように、非常に成長した後にあれこれとこうその身の処し方について、周りの者が本当に親なんかが心を尽くさなければならないわけ、どこへ誰のもとへ片付かせようかというふうなことを。ところが男の方はやはり男の力で世に立っていくわけですから、だから心安き方に物したも、親の力などによらないで、自分の力量によって立っていけばいいわけで、割合に心安い方面に身を託して生きていける、そういう男の子であるのも意図よしかし、かえってそっちの方がいいことだろうよと思い返すわけですね。しかしそれにしても不思議なものだな、さても怪しいや、我が世とともに恐ろしと思いしことの報いなめり、我が世とともに、我が生涯とともに、あるいは我が生涯を通して、恐ろしいことと胸の中に秘めてきたあのことの、これは報いだろうか、報いだろうよ、藤坪とのあの事件のことですね。この世にて各思いかけのことに向かわりぬれば、後の世の罪も少し軽みなんや、この現世でこんなふうな思いがけぬことに向かわるっていうのは、輪廻流転によって同じ形のことが繰り返して起こってくることですね。向かわりぬれば、同じことがまた自分の上に今起こってきたとすれば、それによって俺の後の世の罪も少し軽みなんやとおぼす。その源氏の心の中に、だからこの柏木と三宮の三つのことが、輪廻が起こって輪廻の報いによってこうなったんだという、そのことが決定的なあれとしてあるというのでもないの。しかし当然女三宮との間にあんなふうに男の巫女が生まれて、そしてそれが今の帝にまでなっているという、そのことはもう源氏の生涯の心の中で非常に重い、片時も忘れることのないことであることは言うまでもない。そしてまた同じような形が、自分の人生の終わり近い時期になって、兄の朱雀院から
ただいた三宮の上に同じような形で起こってきたということ、これはもう誰が考えたってその、うん、二つの事柄の間に深い心の響き合いのある形で考えざるを得ないわけですね。ただそれをなんか図式的にそういう形でこう考えているだけでこう説明がついているというふうに考えてしまうと、世の中人生錯綜とした感じになる。光源氏の気持ちの上では当然そういうこんな事柄に当たった時なんか特に感慨深くそのことを思わざるを得ないんです。思わざるを得ないんだけれども、それをなんか輪廻天上のそういうこう仏の法則というか、あるいは宗教的な宿命の致すところというふうな形でこう考えるということは、表立ってそういう考え方を源氏がするってことはないわけ。やっぱり人間苦、自分が耐えていかなければならない人間苦して、怒りもし憎みもし、その心があるから柏木に対してだってこんなあの激しいこう報いをするわけです。あるいは女三宮に対してだって決して断じて許さないという思いがいつでも源氏の心の中に根底にあるわけです。まあ仏の世界の秩序が報いたんだというふうな、そんなあの形でひょいとこう自分の心の重荷を肩代わりさせようとするような意思は毛頭ないんですね。つまりそこを折口は読み取っているから、人間性の上で非常に深い文学なんだと言ってるわけです。輪廻応報で源氏はああなったんだとこう言えば、それはなんか数学の方程式みたいにしては解けるけれども、人間の問題としては軽くなってしまう。そんなふうに考えてふっとこうそういう仏の世界の秩序に肩代わりさせる人もいるだろうけれども、世の中にはたくさん、少なくとも光源氏はそんな小さな人物じゃないわけです。昨日もある人が毎日新聞の切り抜きを持ってきてくださって、まだ僕細かく読んでないんですが、東大のなんか宗教学かなんかの先生の書かれた文章かな、折口信夫が若い頃まだ20代の頃書いた霊事日記というのがあるわけですが、その霊事日記の中で東大教授の 黒住真実の真という人が書いてられる短い文章ですが、今に問う言葉という、その中で折口信夫のその1914年に書いた霊事日記、これはあの人はあまり日記つけなかった人ですけれども、この時期は霊事日記というふうな形で、しばらく日記をつけてたんです。なかなか青年折口信夫のすでに独特のものの考え方、古典観、宗教観、人間観というふうなものが出ている
日記なんですけど、全集編纂した時、私がそれをこう原稿に起こして全集に収めたんですが、その中の信仰の価値は態度にあるので、問題すなわち教義や心情の上にはないのです、そういうふうに書いてるんですね。そこをこの黒住さんが引いていられるわけです。黒住さんっていうのは、あるいはひょっとすると黒住教というふうなのと何か関係がある方かもしれない。で、折口信夫は信仰を一定の定まった形態から切り離して、宗教が持つその定まった形態、あるいは定まったこう教義の解き方、固定したものから解き放って、そして各人の態度によるべきだとした。態度によるって、折口としてはね、そういうこう微妙な言葉を言うのに、非常に微妙な心の微妙さを大事にするもんだから、世間で言う普通使う言葉でない言葉を苦しんでこう選ぶんですよね。若い頃からそういう癖があるわけです。それがうまくいくと、まれびととかね、騎手料理探とか、ピタッとこうその言葉見ただけでも大体こう意図が分かるような言い方ができるわけですが、同時にそれはまた人の文章を非常に難解にしているところでもあるわけですが、その態度によるべきだと言ってるんですけれども、我が神道、我が仏教、我が八祖教、つまり我がね、神道であろうと仏教であろうとキリスト教であろうと、すでにこう形骸的に、固定してしまった教義あるいは宗教儀礼なんかにスーッとこう入っていくんじゃなくて、我が神道、我が仏教、我がキリスト教の形を持てと、そう言ってるという、教義や信条ばかりを考えさせるご都合風な解釈、折口はそれを堕落と、言っているわけです。堕落から奪い取りたいという、そういう望みを持った信仰が一つの人格のうちに統合せられることであると折口は書いていると。折口には宗教に対する自らをかけた姿勢、特定の形態を超えるどこか実存的な態度がある。実際折口は少し前に書いた言語冗長論で宗教的経験の内実を捉えたアメリカの哲学心理学者、哲学者で心理学者であるウィリアム・ジョイスに触れる。自身の純粋な体験をこそ彼は問おうとしたのだろうと。今の私たちはどう考えるべきだろうか。もう信仰はなく、ただ科学を信じているのだろうか。折口はこの文章を、雨土の不思議は今私の前に現れましたと語って結ぶ。今はまず雨土、すなわち自然を経験することこそ私たちには必要なのではないかというふうに、この黒住さんは書いてるわけですけども、ちょっとこれと、もう少し平明に僕が折口信夫のところへ行って最初に感じたのは、前にも言いましたけれども、あの人はとにかく霊的なものに全然その格差をつけない人なんだっていうことを、一緒に歩いてて、ね、後ろについて歩いてて、道端に小さな後進様の祠があって、そこに後進様がいる、
あるいはお地蔵様がいる、必ずピョコッとこうハンチング取ってこうピョコッとお辞儀するわけです。つまり霊的なものに対するあの人の挨拶なんです。うち出てくるときにうちの守り神様はあの人、津軽の村の辻にた、ね、お堂、小さなお堂に祀られていたカパさんの像ですけど、メガッパとオガッパ、カッパは日本全体に普及した信仰ですけれども、水の神で水の精霊です。農村にとっては水っていうのは非常に大事ですから、その水の精霊、それがカッパさんの形なんです。後になんか淵から出てきて人と相撲取ろう相撲取ろうって誘い込んだりする、カッパの皿をひっくり返されて簡単に負けたりするようなところまで下落しますけれども、もともとは水の精霊です。でそういうのが農村ではカッパの像に、カッパっつったって漫画のカッパなんかとは随分品格が違いますが、折口家で祀ってたカッパ、毎年カッパ祭りを国学院でやるときは僕はそれを大きな唐草の風呂敷に包んでしょって運んでいったんですけど、メガッパとオガッパの対のカッパです。メガッパはね、朱の漆で塗ってあって、オガッパは黒の漆で塗ってあって、メガッパなんかなかなか名前難しかったですよ。その津軽の村の辻の祠に祀ってあったのを仏師に模造させて、小塚なんかにそんなの盗んできたりするのがいるわけですけど、そんなことは絶対にあの人はしない。で仏師に模造させて、そして自分の家の玄関入ったところの神棚さんに祀ってあったんです、それが折口家の守護神なんです、ね、で帰ってきたらぴょこっとそこへ挨拶する、また出てくときに行ってきますってなような調子でパッとこう、僕も真似してパッと、僕は神主のうちの子供ですから、大きなお社ほどこう丁寧にこうなんか、ね、道端のそんなお地蔵様やらお稲荷さんやらなんか、ね、しょんべんまで引っ掛けませんけども、なんか見向きもしないで通ってきたわけです。そしたら俺を忍ぶっていうのはそういう道端の小さなその霊的な祠にもちゃんとこうぴょこぴょこっとお辞儀する。その代わり明治神宮や靖国神社の前通ってもぴょこっとお辞儀する。それも正式参拝とかになったらそれはちゃんと霊に従って、しますよ。ですけども普通こう通りすがりなんかの時にはつまりああこの人はすごいと僕は思ったわけですけれども、霊的なものに格差をつけない、そして霊的な存在に対してはちゃんとその態度で示す、ね、同じことなんですね。宗教的な儀礼という、ああいうその折口は伝習的なコンベンショナルなというんですけども、教え子の中に、中学で教え子の中に牧師の息子がいて、それが通りももう救いがたいこう形式的な宗教的教養にガチガチに固められている、この魂は救いがたいって そのクラスの、ね、生徒のこう成績簿の最後のところの欄に書いているわけ。そしてこう生徒の性格を色分けして書いてる。で一番可愛がった伊勢清っていう人は真っ赤な丸が書いてある。その牧師のもうこれは因習的な宗教的概念に固められていて、救いがたい固定した
心しか持ってないというのには紫色でこう、うん、あの人のいかにもあの感覚的にこう捉えていくかが分かるような、うん、ああいうのはね禅宗にちょっと入れようがないので禅宗に入ってませんけれども、うん、そういう問題をこのやはりこの人取り上げているわけですけれども、まあ、だから反省の文学「源氏物語」というふうな言い方でその戦後そういう問題を書いているのも同時に自分の苦渋をもにじませているわけですがそこへでこの世にて各思いかけぬことに向かわりぬればそれで、この世でこんな思いがけないこととして向かわるっていうのは同じことが起こってくる自分の上にあの藤壺との事件の同じ形のことがまた再び自分の上に起こってくるそのことによって後の世の罪も少し軽みなんや我が現世で犯した罪が後世に響いていくその後世の罪も少し軽くなることがあろうかとお思いになるこういうのは逃避的に考えているんじゃなくってやっぱり源氏という男はなんか恐ろしくたくましい心を持っている人だと思うんですね私はこういうところそれは大きな心の重荷として生まれた子供がまた帝になっているわけですからでこの柏木と三宮の間に生まれた子供がまた二宮として次の光源氏亡き後の源氏物語を背負っていく一人になるわけですねしかも二宮の性格っていうのは非常になんか言ってみれば浮ついた源氏ほどの深さなどとても持っていないこう色好み的要素のその浮ついた方の気持ちを継承しているような人物ですけれどもそれはしかしまあ源氏のその預かり知るところではないわけですがで人旗知らぬことなればしかしそういうことも余人は全く知らないことだからしてで各心異なる恩腹にて末にいでおわしたる恩覚え意味かりなんとこんなふうな別格の高貴な方の恩腹に宿ってしかも末にいでおわしたる恩覚え人生のもう末の頃になって晩年の頃になってお生まれになったそのお声の源氏の君の
覚え、愛情のほどはさぞ大変深くいらっしゃるだろうと思い、営みつこを祭る。何も実情の知らない女房たちは、源氏の君が朱雀院からいただかれたこんな身分の高い内親王というふうな方の腹に、しかも人生の晩年になってお生まれになったお声の、そのお気持ちはもう格別だろう。これは大事にお育てしなければいかん、私どももと思って、特別にこのお子を育てるためにお勤め申し上げる。ちょっとここで休みましょうか。